です。はい、はい、では行きましょう。どうぞ。トゥーパンプスさんです。パンプスさんはすいません、すいません、黙ります。いつもパンピーって言ってない言ってますね。パンプスさんになっちゃったパンプスさんってすいません、どうぞ。はにょーはにょーはにょー、おはからー。宇田川さん、おはようございます。かつてカメラのアクセサリーの定番だったリモコンがアプリの登場でなくなりました。カメラとスマホをつなぐアプリで、スマホの画面を見ながら離れた場所からカメラの操作ができます。カメラで撮影した画像をスマホに転送してアプリで編集、出来上がった画像をアプリでネットにアップできます。赤木団のライブステージを撮影した動画をその場から YouTube にアップなんてこともアプリのおかげでできるようになりました。そうなんだよね、すごい。これ以前はパソコンとルーターを持ち歩いていましたが、スマホとアプリのおかげで必要なくなりました。スマホのカメラがさらに進化したら大きなカメラもいらなくなりそうです。わあ、カメラ好きのね、トゥーパンプスさんにとってはカメラ好きなわけじゃないと思うけど、ね、専門の方だからカメラ好きでくくんないでもらいますカメラショットしてるからね、ごめんなさいね。あの人カメラ好きなんだよっていうカメラ好きなおじさんじゃないからあ、そういう認識だったのね。いやでもそれ好きじゃないと職業にもならないでしょ。あの人カメラ好きなんだよって見てたんだ好きだと思うです。いやでもだけど、そんなでトゥーパンプさんもね、便利なもの、そうだよね、今すごいですよ ね、 ね、スマホでだってすげー綺麗に撮れるでしょ。撮れます。だってレンズ3つついてるんだよ。いらねえだろ3つも。いや必要、これ全然違うんですよ。私映画1本撮れるんかなっていうぐらいの画質の綺麗さ。今のあれでしょ、新しい iPhone はなんか映画撮れますみたいな触れ込みだったよね。13ね、13知らないけどそうなんだよ、映画監督になれるっていう携帯だった。すごいよね。すごいですよ。でトゥーパンプさんに言った通り、それをスマホに転送して、すぐにね YouTube にアップできるっていうのも。アプリで全部できちゃうんだね。できますね、アプリがね、あればね。あの、私この間映るんですっていう、もう昔からあるインスタントカメラ。随分懐かしいね。懐かしいですか、はい、その映るんですを今一人一個っていうぐらい買えないんですよ、人気で。マジ、また再ブームが来ちゃって、そういうレトロっていうか、そういうものがいいみたい、はいはい、それが映える、はい、映えるんだあれが。で私買ったんですよ。で、まあ、撮って、でそれを現像したら写真だけで来るかと思ったんですよ、はいはいはい、そしたらそうじゃなくて、その写るんです携帯にも転送できるんですよ。ああ、そう、データでもらえるの。データでもらえるの、便利だね。そうだから携帯にあの写るんですの写真がバンって入ってて、はいはい、すごい。あ、なるほどね。だからそれを要は SNS に載せることがもうダイレクトにできるってことなんだ。できる。ああ、そうか、そういう使い方なんだね。ねえ、まあ、アプリとはちょっと違うけど、ね、そういうのもできるんだよっていうのね。面白いね。はい。